このね、オレンジボックス、はい、オレンジボックス皆さんキュンってきません？どう？あったらラッキーっていうくらい、昔は結構すぐに買えたんですけど、最近は本当にご縁っていう感じで、皆さんこんにちは、スイーツカンでございます。本日はプレゼントにおすすめなエルメスの商品をご紹介していきたいと思います。はい、ということでね、1,2,3,4,5,6,7,8点ですね、エルメスで先日お買い物をしてきました。はい、エルメスはですね、私のこの世界のヴィーナスチャンネルを普段からご視聴いただいている方はですね、母さん昔結構エルメスの動画出していたよねとか、エルメスをきっかけにこの YouTube を初めて見てくださった方もおられるかもしれません。エルメス愛が深くて、この YouTube でもエルメスのお話っていうのを、まあ、購入品であったり、まあ、もろもろお伝えをさせていただいておりました。最近は結構多分1年くらいエルメスの動画撮っていなかったのかもしれない。お買い物自体はしてるんですけども、まあ、あんまり撮ってなかったんですよね。っていうか最近ここ半年間か1年間ぐらいですね、 YouTube の方にあんまり力が入っていなくてですね、あらあらって感じなんですが、まあちょっとね、今年はですね YouTube も頑張るぞと思っているので、久しぶりの購入品紹介となります。結構いっぱい買ってはいるんだけれども、以降に関してはすごく高額かどうかって言ったら、そんなに高額ではない、うん、です。なのでエルメスがちょっとね、私には無理かもとかね、高いからちょっと買えないとか、敷居があると思われている方もですね、きっと買っていただけるような内容となっているので、最後までご視聴いただけたらなと思います。このね、オレンジボックス、はい、オレンジボックス皆さんキュンってきません？どう？キュンってくるのは私だけかしら？そんなことはないはずですよね。ちょっとね、私ね、まあ、YouTube に収めようかなと思ってはいるんですけど、今月めっちゃ仕事頑張ったんですよ。仕事頑張って本当にね、まあ、すごくいい、まあ、売り上げであったりとか、本当に私が、まあ、納得いく結果が出たっていうこともあって、ちょっとねエルメスでね、お買い物大きくしたいなと思ってるんですよ。はい、もちろん狙うわはい、ということでまたそういった、まあ、ちょっとね高額なお買い物とかも取っていきたいなと思っております。はい、じゃあちょっとね、またこれこっちに置きます。はい、で、まあ、プレゼントをね、あげる機会ってあると思うんですよね、結構ね。何からいく？じゃあまずちょっとこれはこっち置いておきます。なぜかって言ったらちょっと後で説明をするんですが、はい、ちょっと待ってよ。わー、なんかもう見て、ちょっとこれサムネイル風に撮っとくはい、ということで早速オープンマイハートじゃない、オープンザボックス行きたいなと思います。オープンマイハートっていつもやってるやんっていうねそう、もう先週ずっとセミナーやってて、みんなにねオープンハートって言ってたから、その流れでオープンハートって言っちゃったんだけどじゃあですね、まず何からいこう。じゃあこれからいこうかな。これからじゃん、はい、開けていきたいなと思います。じゃららら、じゃん、こういうね、ときめきの瞬間、皆さんこの高揚感、私は分かってるし、まあ、ぶっちゃけね、ここにあるものを持ってるんですよね。なので結構私が初めて買ったものじゃないんでしょ。私多分エルメスに投資した額いくらだろう、もう全然家一軒買えちゃいますぐらい飾ってるんでしょうねいきます、ドン、はーい、じゃーん、プレートですね。はい、こちらですね。はい、こちらのパンプレートになります。これ正式にパンプレートって言うんですよね。で、最近ねこの赤のシリーズがガタルキビールって言います。パンプレート、まあ、結構普段から使っていて、私自身もプレゼントでいただいたこともあるし、またプレゼントでお送りさせていただいたこともあります。はい、ね、やっぱね、この実際、まあ、パン入れない家でパン食べないから、まあでもこういうさ、お財布だって今一番使いやすくないですか。うん、で家に何枚かあるうちの一つがここがね欠けちゃったの、ちょっとショックと思って。でこのパンプレート種類がこれだけじゃなくて、デザインがいろいろあります。エルメスのお店でない時は本当に売り切れっていうかないんですけどね。はい、じゃあこちらのパンプレート、こちらね、これ一式買った時にレシートをいただいたんだけれども、そのレシートを捨てちゃって領収書はあるんだけどレシート捨てちゃって、その金額がわからないんですよね。でインターネットで調べたんですが、在庫があるやつだけエルメスの公式ホームページでわかりました。
はい、なのでね、分からないものもあるんだけど、なんとなくここで覚えてる、なんとなく。こちらのパンプレートは 15,950円となります。続きまして、はい、どっちしよう、こっちしよっか、こっち。私もこれ何かちょっとあんま覚えてないけど、はい、ちょっとこれいきます。開けたいなと思います。 Open the box いきます。いざ、ぴょん。はい、ドン。はい、こちらです。こちらはですね、シリアルプレートという正式名称です。シリアルって書いてるんですよ、本当にシリアル。家でシリアルとか食べないんだけど、こういうさ、あのお皿に、まあ、サラダとか入れていただきたいなと思います。あんまり深くはないんだけれども、まあ、こういうエルメスに囲まれたいから、これを使うだけでなんか私お食事をする時もいい波動を出すことができるはい、ね、こういうデザインですね。赤、私は赤が大好きなんです。先ほどと同じガタルキビールっていう種類のお皿になります。でこちらはエルメスの公式ホームページに金額が載ってました。なぜなら本日のエルメスの公式オンラインショップでは購入することができるから。そう、在庫があったら金額分かるんだけどね、なかったら分かんないの。はい、こちらはですね、26,400円。はい、ちょっと金額が上がりました。26,400円になります。うん、まあこれぐらいのサイズですね。手のひらこんな感じ。まあ26,400円ぐらいのちょっとしたねプレゼント。はい、では次こちら。はい、こちらはもうですね、キュンキュンって感じですが、オープン。皆様いきますよ、ぴょん。あ、まだ、あ、めあ、さっきまでこれなかったわね、袋。どういうこと、これはあるのみたい。じゃん、映ってるかしら。じゃん、まだ、じゃん、まだまだある。じゃん、おー、これだけなんかやたらなんか どういうことっていう。はい、こちらですね、こちらね、ちょっと開けていきます。私はもう分かってる。あ、さっきまでは丸裸だったのに、ちょっと豪快で開けます。はい、こちらですね、さっきのちょっと違うお皿なんですけど、ほんの少しあのこの傘って言ったらいいの、高さがある状態。はい、こちらはですね、こんな感じですね、ちょっと大きめ。こちらはスーププレートになります。はい、今エルメスのオンラインショッピングには載ってなかったので定価は分かりませんが、これも2万円台、27,000円未満です。はい、27,000円未満でした。だからこれはスープなんですけど、私家でスープをこうやって飲む人じゃないから、これも何かサラダかな、サラダが多いかも。サラダとかまあ何でも使えますよね。サイズはこれぐらいです。ちょっと顔より大きめぐらい、手のひらで言ったらこれぐらい分かりづらい、ね、多分22センチだったかな、ね、間違ってたら本当にこの YouTube 撮るつもりじゃなかったので全部捨てちゃったんですよね。昨日も届いて、じゃあ一昨日かな、届いて、まあ、サクッと捨てちゃったもんで、はい、金額はすごくアバウトなんですが、本当はこれは目的じゃなかったんですよ。まあ、ついでに買おうかぐらいで買ったんですよね、このあたりは。で、今回目的は、このあたりも持っているんですけど、まあ、いろいろとね、なくしたり、まあ、あればあるほどいいかなっていうことで買いました。イエーイ。はい、先ほどまではガタルキビールっていう赤色の種類だったんですけど、ここからはですね、別の種類になります。じゃ何が何か分かんないけど開けていこう。はい、ではまずちょっと右からいきますね。シュン。はい、お気づきの通り食器縛りでございます。そう、エルメスの食器って割と2万前後で買えるんですよね。たださっきさ、このお皿お出ししたじゃないですか。そのお皿たちよりこの3つの単体の方が高いです。うん、だからスーププレートよりシリアルプレートよりパンプレートよりこっちの方が高いんですよね。もう本当にね、まあったらラッキーっていうぐらい、昔は結構すぐに買えたんですけど、エルメスのお店でもね、最近本当にご縁っていう感じで、私が行ったタイミングでたまたまあったんですよ。だからあったからもう全部買いますって言って全部はい、購入してきました。うん、そうなのよ。じゃあ行きます。はい、まずこちら、じゃーん、ちょっと気をつけよう、割れないように。はい、マグカップですね。はい、こちら出します。はい、こちら、じゃーん、マグカップ、エルメス、ザ・エルメスって感じですよね。で、この種類はですね、モザイク24っていう種類の、これはゴールドです。ゴールドですね。はい、ゴールド。で、こちらの金額は、
2万7000円ぐらい。私覚えてるのが、全部購入した時に一番高いのが、なんとマグカップだったっていう。で、このモザイク24のゴールドのプレートとかは結構、まあ、家にあるんですよ。あの、アクセサリー入れたり、なんか置いたり、ディスプレイしたり、インテリアにしたり、いろいろあってて、このモザイクのシリーズが結構すごく好きで、これまでも、まあ、このね、まあ、好きだからこそ、まあ、よくプレゼントをさせていただいておりました。次行きたいなと思います。サクサク行きましょう。オープン。次は何だと、はい、何でしょうね。うん、まあ、同じサイズだから、もうお気づきかもしれません。はい、マグカップです。はい、こちらをですね、出します。はい、こちらの、マグカップになります。こちら。うん。これはですね、アッシュデコっていうマグカップです。ちなみにこのアッシュデコに関しては、これも金額が忘れちゃったんだけど、確かこれは2万円前後だったと思います。だから、さっきのこのね、2万7000円前後のこのモザイクよりこっちの方が安いですね。うん。はい。アッシュデコ。これもまあレアだから、まあ、買いますって言って買いました。そして、ラスト、じゃん、いきまーす、オープン、はい、ドン、はい、はい、同じね、こちらのゴールド、モザイク24のゴールド、こちらモザイク24のプラチナとなっております。で、これとこれがね、まあ、対っていうかね、まあ、ゴールドとシルバーみたいな感じで、まあ、あるんですけれども、まあ、シルバーとシルバーでね、2個買ってもいいし、私みたいにゴールドとシルバーって分けてもいいし、私は結構プレゼントをお送りするときに、ご夫婦とかだったら、この色違いをあえてセットにすることがあります。で、今回もう一個こっちあるでしょ？こっちは、なんとですね、はい、これとこれのセットです。これとこのセットを一つにしていただきました。これは、まあ、来月ですね、お渡しをしたい方がいるので、そのプレゼント用に、はい、購入させていただきました。喜んでくれるといいな。はい。エルメスって本当ね、バッグとかも、もうバーキンがね、170万とかね、どんどん上がっているんですよ、本当に。2月1日に上がったんだよね。すごいアバウトなんですけど、150万から170万とかに上がりまして、どこまで上がるんだって感じなんですが、ただね、こういうね、マグカップとかは、これは2万前後、1万台だったかな。はい。で、こちらは2万7千円ぐらいかな。だから今回買った中で一番これが高いんだけれども、ちょっとね、贅沢かもしれないんですが、毎日マグカップって使うし、贈り物でも使えるし、自分自身にも毎日のね、ときめきアイテムとして、エルメスの入り口として使えるかなと思います。あ、そうそう、これ大切なこと言っとこう。これね、これとこれ、ゴールドとプラチナって言ったでしょ？実際これゴールドが入ってるの。で、こっちもプラチナが入ってるから、この二つに関しては、電子レンジ入れちゃダメなんですよ。電子レンジ NG だし、食洗機も NG。はい。手でちゃんと洗うものになります。そう、もう本当は、こういうものとかも、電子レンジいらない方がいいとは、エルメスのね、方は言われておりました。はい。本当はいらない方がいいですよ、と。はい。そうそう、今ちょうど手元に私が飲んでる、いつも飲んでる、これエルメスの、今手元にあったね、これもエルメスなんですけど、ハートで、お馬さんがある、可愛くないですか？これもエルメスなんですよ。これはもう毎日ね、朝、もうこれで飲んで、紅茶とか飲む時もこれで飲んで。まあまあ、これだけじゃないんだけど、結構この、今お気に入り、グリーンも好きだし、ハートも好きだし、馬もあるしっていうのでね。はい、ということで、まあ、本日はエルメスの購入品でしたが、ちょっと最後行こう。最後ちょっと、実は今日ね、お買い物してきたので、ちょっとまあ、紹介だけ。じゃん。はい。クリスチャン・ディオールで購入してきたものがあります。これね、せっかくなのでご紹介。じゃん。はい、ボディークリーム買いました。ボディークリームの、この香りが私すごい好きで、グリディオールっていう、香りのものなんですけど、クリスチャン・ディオールのこのタイプの香りって結構持ってるんですよ。例えばミス・ディオールとかじゃなくて、なんて言ったらいいの？クリスチャン・ディオールのパフュームのいろんな種類があるんですよね。ラッキーとか、ローズ歌舞伎とか、まあたくさんあるんですよ。あ、今日ここにもらったサンプルとかもなんですけど、なんだろう。あ、ラッキーとか、これは何？ラ・コール・ノワール。今日気になってたやつだ。ディオリ
ビエラとか、うん、クリスチャン・ディオールの香りがある中で、このシリーズの香水で日本で一番人気なのはジャスミン・デ・ザンジュっていう香水です。ジャスミン・デ・ザンジュっていう香水が日本人で一番人気で、私も持っているんですね。で、私それのボディクリームを使ってたんだけど、今そこにあるわ、そこにあるんだけど、こうやってポンプ式のその蓋をもう落としちゃってパンって割れちゃったの。すごい使いづらくて、もう嫌だってなって買いに行ったんですね。で、ジャスミン・デ・ザンジュは日本で一番人気で、私も大好きなんですけど、私はこのグリーディオールっていうものがですね、このこちら、はい、ヘアミストをですね愛用しているぐらい好きなんですよ。この香りやばーい、はい、香り、はい。で、このグリーディオールが世界ではこのクリスチャン・ディオールのこのシリーズの香水の中では一番人気ということで、ミートゥーミートゥー、私も同じと思ってね、これを買いました。はい、グリディオール、これまあまあ高いよね。これさ1万9000円ぐらいするんですよ。あ、もうこれで朝と晩、お風呂上がり、そしてお化粧が終わった後とかね、この香りに包まれて癒されたいなと思います。同じぐらいかな、19000、18000だから、17000です、これとかって言って間違ってたらごめんなさいなんですけど、それぐらいでした。はい、あ、ちなみにグリディオールかなさん、どんな香りって気になるよね。ちょっと待って、何とも説明しづらいんですよ。ちょっとなんか PC 見ながら行こう。ちゃんとね、エルメスじゃなくてディオールの公式ホームページから読みたいなと思います。はい、ディオールグレーを香りで表現したフレグランスがグリディオール。うん、なんかすごい長いからちょっと端折ります。アイコニックなシプレーの余韻を漂わせるエレガントなグリディオールは、ジャスミンとベルガモットに森の下草の香りを重ねたほんのりアンバーの漂う香りをベースに、フローラルアコードに包まれたシトラスのトップノートが広がりますと書いております。はい、ということで、ちょっとね、まあ今日は久しぶりの購入品紹介ということでしたが、だいたいどれくらいだかな、まあ20万前後ぐらいだかな、エルメスで。まあエルメスで20万はお財布も買えないって感じですよね。高くなって本当に、まあ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 、でもその分ね、大切に使います。高いからこそっていうかね、お気に入りだからこそ大切に使いたいなって感じですね。はい、ということで皆様、今回の動画いかがでしたでしょうか。この動画がためになったぞ、よかったなと思ってくださった方はですね、ぜひいいねボタンとコメントもお願いいたします。また普段は恋愛と婚活のスクールを運営しているので、そういったお話が多いんですけれども、こうしたねプライベートの購入品であったりとか旅の Vlog とかもお出ししていますので、ちょっとね気になった方はぜひチャンネル登録もしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。またねー。